こんにちは。投資詐欺の TKO 事件ですけども、何と言いますかね、5億とか7億集めれるような力のある人がそのお金をなくしてしまうというね、うん、まあ、私ねそう思うんですけども、あのね、億っていう金額がね、自分の声かけだけで人脈だけで相手集めれるんだったら、そのお金を誰かに預けて増やしてねっていうんじゃなくて、いや、自分でその5億7億をね、なんとかしていこうかなって考えた方がいいんじゃないかなと思いますし、そもそも元本がそうやったら自分の手元にあるわけですから、うん、危険はないと思うんですよ。でも右が左に現金動かしちゃうと手も足も出なくなっちゃうなというところを込みで、TKO の方はね、投資のことなんて何も分かってなかったし、お金のことなんて何も分かってなかったんだなと。でしかもそういう人にお金を預けちゃう人も何も分かってなかったんだなということで、分かってない者同士がこう集まってね、昔こういう例えがありました。盲人が盲人を案内するっていうんですよ。要するに目の見えない人が目の見えない人の手を引いて案内すれば、二人とも穴ぼこに落ちちゃうでしょっていうのが聖書の言葉にあるんですけども、分かってない人が分かってない人をね案内してしまえば、それはちゃんとしたゴールにはたどり着きませんから。投資っていうのは、ビジネスっていうのは、どんなこともそうですけども積み上げていくことだと思うんですよ。で、TKO の方もお笑い芸人として多分何十年もやってますんで、積み重ねることの大切さ、そして積み重ねたからといってそれが必ずしもね、視聴者さんとかファンに受けるわけではないっていう風な怖さも知ってると思うんですよね。じゃあ投資案件も同じで、芸人になると決めたのが投資なんだったら、やっぱり投資そのものに挑戦するのも同じでですね、自分の投資の力がついていて、ついていくことによって儲けるっていう形じゃない限り、すごく危険なんだろうなと思いますよね。でも多くの人がそれをやっちゃうんですよ。ビジネスでことを積み上げて、お金を積み上げた人がなぜね、投資に引っかかりにくいかっていうと、そういうもんではないっていうふうにまず分かってるからなんですよね。で、吉田さんが言うように、みんなワープしたがるんですけども、ワープをするのにも科学的な理論の積み重ねとか、エネルギーの集約とかね、爆縮技術の取得とか、いろいろ必要なんですよ。だから何も変化してない自分が大きな流れに乗って一発当てるみたいなことをね、ギャンブル思考って言うんですけども、そのギャンブル思考から外れない限りは、いつまでもギャンブルの世界にいて、投資の世界には来れないんだよな、転がっていうふうに私は考えちゃいますね。まあけど、こういう投資詐欺ってのはなくならないでしょうね。なぜなら、引っかかってくれる市場がやっぱあるわけですからね。そこがまあ、どしがたいところなのかなと。で、いくらね、真面目な商品を売っても、そういったインチキな商品にお金を払う人がいる限り、真面目な商品はもう安泰ですよ。それからサポートきちんとする、そういった安心感、安泰ですよね。で、詐欺がたくさん出ているってことは、詐欺がたくさん売れるってこともありますし、で、詐欺をするのはね、なんかね、一つのエンターテインメントにも見えてきますよ。こんなインチキな商品、みんなその気になりたい人いるみたいな感じでね、ある意味億万長者になったような幻想を抱かせるような、そんな世界にお金を払うというふうに割り切ってみないと、なかなかね、何なんでしょうね、何なんでしょうかね。まあ、言えることは、テクニカルノックアウト、ノックダウン、退場、TKO ってことですかね。じゃあ、いってらっしゃい。